はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、 ATV 群馬さんいるんですけども、なんとジャグリーのなんていうんですかね、これシステムプラスなんかもう1000プラスにそう、まあ補助バッテリーというか予備バッテリーというか、そう、お弁当箱を今3つついてますね、つなげた状況ですけども、なんとかプラスっていうのとかいろいろあるんですよね、はい、あのシリーズで、これあの1000プラス2000プラスっていう、うん、まあこれ1000プラスですけど、はい、プラスっていうのが、うん、この、補助バッテリーをつけられるタイプなんですね、はい、いうところで、はい、まあ容量もなんていうんですか、マシマシマシの、そうですね、3つね予備バッテリーついてますけども、ちょっとこう変わった特徴っていうか、はい、こんなことできるよっていうご紹介、はいはい、なんですけども、まあ、3つつながってるんですけど、はい、これ一発のスイッチで今全部点灯してますよね、うん、そうですよね、ってことはつながってるよと、つながってると、3つつながってるよと、そう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 、うん、でごめんなさいね、今ね、うん、オンにしてある状態なんですけど、はい、なんとですね、うん、アプリがあるんですよ、アプリ、お、そう、ジャグリーのアプリ、アプリね、はい、電力がずっともうこれ Bluetooth でですね、うん、ああなるほど、あ、つながってるってことね、そうなんですよ、この車内でいればね、うん、あの近いところは Bluetooth でつなげられるんですよ、うん、例えばこうやって設置して、今まあ外出てますけど設置して、はい、いちいちなーって言ってスイッチを押して今何パーあるんだって見に行かなくてもいいってこと、大丈夫で、これずっとスクロールすると、うん、今の状態はね、ここにも書いてある、はい、全部100、100、100なんですけど、うん、これ 100% 全部ね、あ、つながってるのも見えるよと、そう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 、ほうほうほう、そうなんですね、うん、それと、うん、これに対して、はい、全部これは今親機ですね、これね、うんうん、ディスプレイね、うん、親機が今 95%、はい、なってますね、はい、95、はい、はい、なってますね、はい、であとは100全部、うん、今入出力も表示が全部できるようになってるんですよ、うん、はい、今の現状は分かるんだけど、はい、我々これ実はこの後これ箱で隠しちゃおうとしてるんです。なるほど。要は、うん、ベッド下に入る、うん。普通はこれあた、ね、ベッドの上にしたいんですけど。はい、これね、うん、山ちゃん見てくださいよ。はい。えい。えい。100ベルトつきますよ。あれ、つきますよ。それ何、おまじね。あ、ついたついた。ついたついた。若干あれでしたね、今なんか宇宙との交信みたいな感じの時間差ありましたけど、そうそうそう、消えるのは多分一緒だと思うね、これからね、うん、ピッ、うん、ね、ああ、なるほど、はい、じゃあこれね、これ弟子、弟子ね、要は弟子順位ですね、弟子早いですよ、うん、ピッ、ほら、ああなるほど、ピッ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 、うん、こういうコントロール USB のコントロールもできます、はい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 、こういうコントロールがですね、うん、AC 入れました今、うん、AC はちょっとね立ち上がりがあるんでね、やっぱりね、あの、はい、ね、電気抱かれる容量をこう見ながら、はい、そうなんですよ、うん、これが、うん、なんとですね、うん、携帯電話で、うん、できちゃうという、なるほど、これね、ちょっと渡して、うん、感動しちゃって、なるほど、今までですよ、どうしてもこうスイッチ押しって、まあ、まあスイッチ押してね、なんかやってましたけども、うん、そうそうそう、うん、何ができるかなって、これからね、メインのスイッチ入れといて、うん、こういうことができると、うん、はい、はい、だからこういうことが、うん、まあ今までちょっとベッドの下にこういうのを置くって NG かったと思うんですよ、うんうんうん、あの要するにあのスイッチ関係がね、はい、でもこれからは、うん、これです、なるほど、まあ、そういうコントロールができるようになるよと、そう、うん、内容量も分かると、うん、ですから、はい、これを採用したかったんです、なるほど、うん、そのベッド下に入れるよっていう話だったんで、うん、運転席座ってたりとかするとね、そうですね、なかなかこう確認することもできないんで、そうですね、うん、これもですね、ソーラーつなげたり、はい、あとは走行充電もやろうとしてるんですね、うん、っていうことは何が言いたいかっていうと、うん、走行中にこれで充電状況が分かるという、分かると、はい、おお、なるほど、うん、そういうのを、うん、あのこれからはもうなんていうんですかね、遠隔操作でこの見えるんですよね、うん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 、はい、そういうこと、まあ、便利に使えるかなと、便利ですね、うん、でしかも400アンペア、はい、5000ワット1、うん、およそあるんですね、ね、はい、すごいですよ、でいざこれでちょっとエアコンテストしようと思ったら結構ハードな時間使うみたいな、ね、これで多分エアコンやったら、まあ、さもちろんね、うん、室内が冷えれば、うん、エアコン少し止まったりとかしますから、はい、もろ2日間ぐらい使えちゃうんじゃないですかねじゃあまあ今の時期だったらね、なんか電気毛布とかあんなのね、そうですね、電気カーペットというかね、そういうね、電気毛布、電気カーペットもね、この間ヤマ電機って一生懸命調べたんですけど、うん、せいぜいって250ワットぐらいですよね、減らないじゃない、減らないっすねエアコン以上に減らないじゃない、だからあとね、うん、まあ減らすってね、変だけど、うん、変ですけどね、セラミックヒーターみたいなの、あ、ちょっとやる気のやつね、そう、あれがね、うん、まあ、ドライヤーと一緒に1000、まあ、2、300ワットぐらいあったかな、はい、ありますね、あれはね、これだけ容量あれば、うん、電化製品、そうですよ、山ちゃん、俺、うん、言うの忘れてたんですけど、うん、キーワードは
何？オール電化。あ、そうですよ。そのこれとにかくですね、うん、楽しい旅をするのに、うん、やはり苦しい、うん、なんていうんですか、あ、寒いとか、うん、辛いとかって嫌なもんですから、うん、やはりどれだけバッテリー積んでいけるかとか、うん、そういうの、うん、ありますよね。そう、はい、で、あともう一つだけ、もう一つ、はい、これですね、ゼロから満充電で5時間もあればできちゃうんです。全部が、全部が早いんだよ。早いんですよ。この間ね、残り 30% からスタートしたんですけど、3時間できちゃいましたから、ね、あら、それはね、100V のコンセントですよ、はい、うん、ちょっとそこら辺もね、非常にこう逆に言うと魅力的な。そうです、まあ、来たばっかりなんでね、はい、あのこれからちょっといろいろ使い方っていうかね、そうですね、いろいろ試して。そうですね、今それこそあの Bluetooth で、もうなんかあのスマホで見れるだけでね、あの 盛り上がりましたけども、まあ、ね、100V が、うん、あなんてスマホでコントロールできるって、うん、こんな世界今までなかったですから ね、そう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 、すごいよね。まあまあそういうね、技術の進化もありますけど、はい、いろいろこう実際にね、使い方ね、また皆さんにお見せしたいと思いますので、まあ、はい、楽しみにしていただければと思います。ということで、ネギさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。